皆様こんにちは。ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートで栗を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきたいと思います。まずは型を作っていきたいと思います。型紙用の画用紙にどんぐりと外側のイガイガ、トゲトゲの部分と葉っぱの下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきたいと思います。カッターで切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにそれぞれハサミでカットしていきたいと思います。それでは葉っぱから描いていきたいと思います。こちらの葉っぱの型を好きなところに当てて動かないようにテープで固定します。パレット用の白い紙の上に黄緑色、緑色、赤茶色、焦げ茶、カナリアの5色を削って準備しておきます。こちら使用する色はお好きな色で構いませんので、赤色や黄色でも描いていただけると思います。型の内側に色を塗っていきたいと思います。コットンを四つ折りにしてパレットからお好きな色を使って塗っていきます。葉っぱの方には焦げ茶色、赤茶色、カナリア、黄緑色を使って塗っています。型を外すとこのような形です。続いて、トゲトゲの部分を描いていきたいと思います。葉っぱの時と同じように型が動かないようにテープで固定します。さらに内側の先ほど塗った葉っぱの色は消しゴムで白く消しておきます。コットンを四つ折りにして型の内側に色を入れていきます。パレットから黄緑色や焦げ茶色などを使って塗っています。さらに緑色を加えて塗り足しました。型を外してみます。それでは続いて栗を描いていきたいと思います。栗の型を好きなところに合わせて動かないようにテープで固定します。さらに内側の色を消しゴムで白く消していきます。型の内側にカナリアを塗っていきます。こちら下のあたりを中心に塗っていきます。続いて栗の型を2つに切り分けて、下側をテープで固定します。この状態でこちらに茶色を塗っていきます。型を外すとこのような形です。少しこちらの下半分が目立ちすぎますので型を外して赤茶色も塗り足していきたいと思います。型を外してこちら下半分に赤茶色と焦げ茶色を塗り足していきます。続いてパステルの角を使ってこちらの下半分に点を打っていきたいと思います。さらに葉っぱにも葉脈を入れていきたいと思います。続いて背景を塗っていきます。パレットの上にある色を使って周囲に色を描き足していきます。最後に消しゴムを使って栗に艶を描き入れます。色を塗る段階で少し薄めに塗っていますので、そのあたりを目安にして光を入れていきたいと思います。ところどころ周りのトゲトゲの部分にパステルで直接線を描いていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これで栗の絵の完成です。今回は周りの、トゲトゲの部分は大まかに型を作って色を塗りましたが、こちらは、直接パステルで描き入れたり綿棒を使って描くこともできます。皆様もぜひチャレンジしてみてください。